はい、温泉行って帰ってきました。いや、温泉行って帰ってきたら猫にゴミを荒らされて散乱してましたね。特にやることがないんで駄菓子でも食べようと思います。温泉行った後にファミマで買ってきました。あのかば焼きさん太郎好きなんですよね。マイボーは、まあ、コンポタか明太子が好きですね。やることね。焚き火ができないと本当ダメっすね。まあこんなキャンプもたまにはありかな。すんごいちょっと今日あったかいっすね。外気が9度、中が18度ですね。めっちゃあったかい。で、今日は天井のベンチを両方閉めようと思ったんですけど、天井のベンチは片方閉めて、で入り口をちょっと開けてますね。それでまあ外気より9度くらいあったかいんで、天井のベンチレーションを両方閉めたらもうちょっとあったかくなるのかなって感じですね。で、一酸化炭素チェッカーもこの使えないやつと、あとこの DOD のチェッカーも買ったので、この2つで一酸化炭素警報してますけど、ずっと両方ともゼロですね。はい、寝床作りました。こちらもおニューのシュラフです。小川と南画のコラボのダウンシュラフ新しく買いました。マイナス5度から対応してるみたいなんで、まあ、冬キャンにも使えるかなっていった感じですね。マミー型が多分俺苦手なんで使ったことはないんですけど、まあ、封筒型がいいかなと思ってちょっと暖かいのを探して買いました、ね、色合いも良くて、いいですね。で、この中にはこの封筒型のニトリの毛布があって、で、これにちょうどいいサイズだったんで、ニトリの封筒型毛布を入れてます。これインナーシュラフとして使ったらすごくいいと思います。家でも試したことあるんですけど、すっごい暑かったですね。下着で寝れましたね。で、この下が、まあ、電気毛布ですね。今日使わなくていいと思うんですけど、電気毛布と、あとこれ最近出たハイランダーのコット用のカバーなんですけど、すごい毛布生地であったかくて、で、この言えるかな、こうゴム止めになってるんですよね、上下。なんでこうマットにも使えると思うんで、すごくいいと思います。値段も確かそんな高くないんですよ。2、3000円なんで、これすごいいいと思います。おすすめですね。あとはこのポータブル電源ですね。パワー ARQ の 500W H、 620W の方がもう大人気で、入荷待ちなんで、まあ、600もいらないかなっていう感じたので 500W H を買いました。ベージュと黒ですっごい迷ったんですけど、そのうちなんかブラックキャンプとかもしてみたいんで黒を買いましたね。今日の寝床はこういう感じですね。さすがに雪があったらコットの方がいいと思うんですけど、まあ、次のキャンプはコット買って雪中キャンプしたいなと思ってます。いつの間にかジェットストリームが始まっちゃった。12時か。キャンプでこれを聞くとはな。なんか雨が降ったり止んだりですね。明日どうなんだろうな。もう結構降ってきた。はい、就寝でございます。一応これ使ってます。電気毛布いらないけど、まあ、スマホの充電と、あと、まあ、電気毛布ですね。どのくらい使われてるのかよくわかんないけど、 46W と。スマホの充電って全然使われないんだな。 4W、 1時間 4W しか使わないのか。まあ、そんな感じで寝たいと思います。ではおやすみなさいませ。はい、おはようございます。現在10、11時です。外も中も、まあ、8度9度くらい。寝すぎたっていうか、11時までキャンプで寝るかって話なんですけど、雨がやたら降ってたんで止むまで寝ようと思ってたんですけど、随分遅くなっちゃいましたね。なんかこのキャンプ場チェックアウト時間ないみたいなんで、とりあえず
テントが乾くまではダラダラしてようかなと思います。乾いたかな。かなり降ったんですよね昨日。こんな感じで昨日は電気毛布つけて寝ましたけど、めちゃくちゃ快適でした。マイナス気温でも全然いけそうですね。小川南岸のシュラフもこれいいですね。オーロラ900とかも欲しいかなと思ってたんですけど、別にいらなさそうです。撤収の準備しよっかな。ちょっとシュラフの中が暖かくて外に出たくない。ストーブつけようかな。どうしよう。気合いで、気合いで、よし、気合いで片付けますか。まあそんなにないしね。テントは乾いたっぽいですね。大丈夫かな。スカートもまあ大丈夫か。こんな感じで今日は乾燥でした。今年初めてじゃない、乾燥したの。やっぱ乾燥はいいっすね。何にも気使わなくていいから動画も撮りやすい。お片付けしないとな。はい、撤収完了しました。サーカス DC はやっぱ大きいんで撤収がちょっとめんどくささがありますな。今回サーカスで2回目のキャンプでしたけども、撤収に手間取りますね。テントは完璧に乾かせたんで良かったです。では帰りたいと思います。また管理棟にゴミを捨てて帰ります。湯沢町は山形県の酒田市のお隣、北側にある町ですね。トイレはこんな感じになってますね。綺麗です。シャワー室もあるみたいで、冬はここのトイレとシャワー室だけ利用できるみたいですね。水洗です。そんな感じになっております。西浜キャンプ場ありがとうございました。はい、ちょっと昼ご飯ラーメン食べてあとは帰ろうと思います。最後は酒田の三居倉庫からです。何の木だっけな、これ何の木だっけ。欅か、欅の木ですね。もう枯れちゃってっていうか葉が落ちちゃって、冬の佇まいですね。ということで今日はクリスマス1週間前のクリキャン風キャンプということで、焚き火とかご飯とかいろいろ失敗したんですけど、次のキャンプは2月かな、2月に雪中キャンプしようと思ってます。ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。またねー。